どうもーバタヤンチャンネルでーす。ということで今日はですね、超簡単にします。昨日はうどんしたんです。簡単なうどんのみで、そのうどんの汁を飲むから味噌汁作らんでいい。あと小松菜とひき肉の炒め物、それと、魚焼いて、あとはとんぺ焼き、以上です。ということで早速ひき肉のやつから炒めていきましょう。今日はですね、私あれです、昨日わかるかな、あれワクチン接種行ってきました。腕が異様に痛いけど、結構全然上げようと思ったらもうそのこっち見ててグーン上がれへんけど、あげようと思ってこうやってゆっくり上げられる。だから今日はもう運動してない状態ですね。運動してないし、で今日ちょっと今日短くなると思いますよ。ただ私今日はですね、ボイシーで123分も喋っていますまさかのボイシー123分バージョンやっちゃってるので、私の中ではもう2時間喋っているんですけれども、ボイシー聞かれてない方、ぜひボイシーちょっと聞いてみてくださいよ。で、私がやっててめちゃくちゃ楽しいのよ。で、聞いてる人も言うたらもう、これを聞いてる感じ、見てる感じやな、これだけやけど。もうなんか、2時間ラジオ一人でやってますみたいな感じやったな、今日は。皆さんのコメントを読んで、こちら。皆さんのコメントを読んで、やらせていただきましたバージョンでした。で、小松菜切りましょう。小松菜先生は古い小松菜から切って、もうできた。 OK、 よかったね。こうなるわな、いつも通りにしようと思ったら、あいたってありますよね。そんな感じどでーす。ここ軽くトンと切って、ここに砂がわんさか入っていますから、私もともとね、ボイシーはもう10分だけ喋ろうと思って、なんか10分しっかりで終わらせようと思って、その理由はなぜかというと、そんなさ、聞く時間10分ぐらいの方が、ね、ちょっと聞こうかと思って聞きやすいかなと思ったのよ。ほんなら聞いてくださる方がやっぱ主婦が多いでしょ。ほんなら10分だけ聞くって言ったらあっという間に終わらない。で、例えばやけど、洗濯物干しながらとかやったら10分以上干したりさ、で、特にこのご飯食べた後の洗い物だら、ね、朝のお弁当作りだって言ったら10分で終われへんから、やっぱ30分、40分は欲しいっていうコメントが多かったのよ。今日はね、全部で、あと最終的に見たら112件のコメントを全て読んでいってたのよ。あとで数えたらね、まあ大変っちゃ大変やったけど、今日はいっぱい読んだから、でも楽しかったら、すごい、それでもめちゃくちゃ楽しかった。でここだとさ、一人でベラベラ喋ってることになるやん。だから言うたら金曜日の生配信ってチャットを見ながらチャットで対話できてるみたいな感じやん。だからそんな感じ、みんながこれああなんこうなんていうコメントを、前日のボイシーのコメントを私がちょっと呼んでいけるっていう感じで、むちゃんくちゃん楽しかった。で、あまりにも今日はさすがに長いな。だから明日も30分、40分でちょうどいいよ。で、私自身が30分やと、自分も聞くのよ、ここ、ご飯食べたら洗うときに。洗いながらここ拭いて掃除してってやるときに、やっぱ30分で終われへんや。だから40分あったら、皆さんの、家事のお供になるかなと思って、
そういう感じです。なのでぜひボイシー聞いてください。そしてね、まあ、YouTube は途中で広告みたいに出てくるや CM みたいなのが、でも、ボイシーはないのよ。その途中で広告も何にも CM みたいなのも一切入れんから、聞いてる分には聞きやすいと思う。しんくんたちお風呂入ってね。まあな、何かに将来的にずっと続けてたら何かしらになればいいなと思います。あ、すごい喋ってて楽しいのは楽しいねんで、ほんまに。だからさ、それびっくりしたのがさ、もう10分やったらパッと聞いてくれていいんかなと思ったら、10分やとあまりにも短いから、みんな5日間ぐらい貯めて50分まとめて聞いてたとか、そういうことやって、えマジでみたいな。だから最近ね、ボイシー30分40分やるようになったらすごく助かりますって、いやそうやったんやみたいな。そんなやつ私さ、逆にさ、あっつ10分のボイシーをする方が大変やったのよ。まあ今日も123分喋ってね、そっちの方がみんなのコメントを読みながら、ああだこうだってね、あ、ほんまにああだこうだなの。本当に何のためにもならない話ばっかりしかしてないんだけど、結局そういう何のためにもならない話が楽しいやん。でもそのアーダコードの内容としては、なんかどこどこの掃除機ええでとか、いやそれやったらこれもええでとか、これこのアプリええでとか、みんながそういうのいろいろ教えてくれるか、教えてもらったら次の日のその日のコメントにみんながまたいろいろ教えてくれるから、次の日の私は配信の時にまだそのコメントを読めるみたいなね、うん、生配信ではないけど生配信みたいな感じで私自身ができてるから、すごいそれは楽しい。だから、ボイシーのやり方分かれへんっていう人がもしいたら、一回誰かにちょっとやり方教えてもらってちょっと聞いてみてください。楽しいから、うん、なんて私がやってる私が楽しいわ、されてるのはね、すごく。で、そのみんなその見に来てくださってコメントくれる方がなんかすごい嬉しい、楽しいって言ってくれるから、やってよかったなと。もっと早くそんなんやったら長く喋っとけばよかったわ。長い方がいいやと思ってて、長い方がいいやと思っててんで、何123分喋ってんねんって感じ。なんでそんな喋ったかって言ったら、あれなのよ、あのコメント欄を全部一回読んでみようと思ってね、そのどんだけかかるか言うと、今そんな時間になっちゃって、自分でもびっくり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 でございます。見ていくからいいやろ。痛いわ、やっぱり右腕。よいしょ、これぐらいにしとこう。だから私思ったわ、なんかね、こうみんなでワイワイ喋ったりするのがこう合ってるんだろうね。みんなでワイワイっていうか、まあ、一人で喋ってんねんけど、でこの喋ってるのを誰かが聞いてくれてると思ってるから、それは楽しいんやろうな。たださ、やっぱその聞いてくださってる方がほぼ 100% 近く、YouTube の見てくださってるバタ友なのよね。だから私の中ではちょっとこうボイシーが盛り上がってきたら、 YouTube じゃない、 YouTube を知らん、見たことないけどボイシー聞いたら楽しかったわっていう風になってくれたらいいねんけどな。とにかく楽しいわ、最近のボイシー自分がやってて、なんせそれです。ちょっと待ってね、めんつゆ第3、酒第3、
年中大さん。酒大さん。これいつも豚肉でやってたけど、今日は鶏肉か豚肉かって言って、今日は鶏肉だったから、静かにしてね、皆さん静かにして、もし喋ってても見て、これ3、4、5、6、4、5、6てんやわんやですね。はい、わさびちょっとここにあれがかかっただけで、これを汁気がなくなるまでふたふた煮ていく。なめでこでマッシュだ。もっとこうボロボロになった方がいいの。もっと初めに肉炒めるときにもっとボロボロにしたらいいのか。でももう今さら遅いの、固まってますから、固まってるからな、もう遅いだ。ラッキンダーでございます。ほんでや、今日のそのボイシーの中で、私これで最近唐揚げやってるやん。ほんなこのエバークックのフライパンで唐揚げやったらコーティングが剥がれるからあかんねんって。ええー、知らんかった、教えてもらった。だからこの今十徳鍋やるから十徳鍋でやるわ。十徳鍋の方がカラッと揚がるって書いてた。私もその後調べて、十徳鍋であの揚げ物していいかなと思ったら、十徳鍋は十の徳がある鍋でございますからね。それでやっていきましょう。しくったな私これで。しくったな私、なんでこれでやったんやろ。ちゃうちゃうちゃう、私これであれしたいねん。これであれしたいねん。あれ何やったっけ、豚な、豚のあれやりたいね。とん平焼き、もう豚って言ったら 豚から始まる言葉探すけど、とんから始まるパイやんけや、うん、それは分かりませんよな。とん平焼き、ってことでこっちで煮る。よし、まあ、こっちはこっちで煮る。これは子供たちに大好評でしたからね、ご飯にかけてもよし、いいと思います。煮汁がなくなるまでいっちゃいましょう。タイムです。で、キャベツの千切りを先生いきましょう。キャベツの千切りをで、ちょいちょい痛いな、やっぱり腕な。皆さん打たれましたか、本当に。でも私もね、情けないわ。昨日打ってね、ほんで、打つ時に、今日は、激しい運動と飲酒はお控えくださいって言われてんや。ほんで私が一言目に聞いたのが、明日は飲んで大丈夫なんですかってバカじゃないんでしょうか私は。聞いた瞬間も普通に聞いてて恥ずかしくなったわ。あ、はい、ありがとうございます。思わず聞いてしまった方でした。キャベツよいしょ。スライサークです。
スライスサコです。ごきげんよう、スライスサコです。この下にはこれを敷いた方がいいです。あるんですけど、煮汁がなくなるまでやろうかな。確かこれ煮汁なくなるまでやった気がすんねんけどな。これあまりにも煮汁が多すぎるやつ。煮汁なくなるのめっちゃレイチョレイチョレイです。よし、この左で持ってる、この左が痛いわ、響くぜ。ほんで結局小原さん東京に来る仕事あったけど、結局緊急事態宣言でダメになっちゃいました。チーンでございます。仕方ないな、もうガッツし久しぶりに会えると思ったけど、今年入ってからあったんかないう話になってくるわ。ほんまそんな考えたら会ってるのかな、もう分かれへん、忘れた。あ、一回開けるわ、開けるわ、開けるわ、開けるわ。これまでにやっとこうと思ったんだけど、かけたと同時にと思ったけど、そうは今夜に下ろしませんよ、あたたち、あたたち。多すぎるかな、結構くたってなんねんけどな。芯の方やってもらってる。でも早くなんかさ、私はさ、こんな風にさ、ボイスやったりね、この YouTube やらせてもらってるとね、あれやわ、本当に早くこのバタヤントークライブとか、それクワバタオカラトークライブとか、まあ、なんか生のお客さんの前というか、バタ友の前で喋る機会が早く来たらなって本当に思う。オリンピックまで無観客なんだからもうね、私がどっか一人で劇場借りてそこで無観客でやるって言ったのに、結局もう YouTube でやったら一緒やんけっていう話になるから、無観客、今無観客やから私無観客でお送りしておりますよ。考えたら無観客でした私。そうやんか、私ずっと無観客やんか。無観客って言うと、無観客やんか、ずっと。しゅんくん、お風呂は？はい。なんとかサッカーいうのも今から見たらまだ時間かかるから、上がってから見たらどうですか。宿題はもう今日終わったのね。今度こと何ねえ、もうお風呂入っておいでよ、みんな入ったよ。じゃん、じゃん、
ではでばよ。こんなん言うてたらもう汁がなくなりそう。汁がなくなりそうっていうか、もうこれはこれでええんちゃうと思うけど、あかんのかしら。これがいい感じの、なんか肉ふりかけみたいになって美味しいな。小松菜をちっちゃく切ってるから子供も食べやすいかな。なんかもっとポロポロになるまでやったかな。忘れちった。おっちょこちょい。45歳忘れちゃいました。こんなもんけ。もうええわ。もう痛いのに。ちょっと痛いって言ってもさ、大丈夫ですかみたいな、そんな痛さじゃないね。なんか筋肉痛みたいな感じの痛さかな、簡単に言うと。筋肉痛の痛さって感じでございます。次はまた8月にどっかいつどっかでも打つからな。ちゃんと染みてんにゃ。もそうやな、URL だけ貼ってたら見てたりするのか、やっぱそれだけ貼ってみようか。多分登録せんでも来てるときは来てんのよね、確か。でも今日はそのボイシーは70歳です、コメントはしますとかいう方もいてくださって嬉しいわ。いろんな方が聞いてくださってるんだな。都内でうちの母親なんかもボイシーとか意味分かってへんから、登録アプリ取んねんって言ったらアプリって何って言うからさ、本当にそういうレベルやんな、ね、結局のところ。私が最近自分がインスタ始めたけど、インスタもはって感じやったけど、未だによく分かってないとかいっぱいあるからね。もし間違えた言葉を書いても、その訂正の仕方が分かれへんねん、インスタに関しては。なんでしょうか。TikTok みたいなのよう分かれへんしね。困ったもんですか。困ったもんです。何？何？インスタ、見せてくれない？なんで？動画撮るだけ？動画も撮れるし、写真も撮れるしって感じだよ。なんか人に会って見れる？見れるよ。見る。誰のが見たいの？普通にかっこいいの。誰かサッカー選手がインスタやってるかもしれない。お母さんよく見てないけど。そうそう、ほんで私ね、携帯カバーこれにして、だからこれ今、これは何かって、お財布とこれ合体してるのよ。でこれをもうサブお財布にするのよ。だからさ、これやとさ、サッカー行く時にお財布とこの携帯をちっちゃいポーチみたいなのに入れて斜め掛けしてんだけど、すごいパンパンなんね。これとこれ1個だけあればさ、
こと足りないよ、この貴重品を持ち歩くという時に。ほんでこれはね、わかる、こうやってここが離れへんねん。だから前まで使ってた携帯ケースをこのボイシーちゃんこの YouTube 用にしようと思って。でこれ茶色みたいなのもあったのよ、ブラウンみたいな。でもほら私のラッキーカラーは、緑色ですから、グリーンやから、うん、これちょっとほとんどブルーやけどブルーやけど、ほとんどブルーやけど、グリーンちゃグリーンやから、もうこれでいいのよ、これでいいんですよ。ほんで皆さん、あとね、今日これも届いたんです。何かわかりますか、チャキン。これはピンマイクです。だからこれからここにこうやって挟んだらだいぶ良くなると思う。じゃあなんで使えへんねんと思うでしょう。あのちょっと説明書を読んだんだけど、なんかいろいろややこしくて、しっかり読まないとこれはちょっと無理だということで、次の配信の時には、次これ収録する時にはやろうと思います。もしかしたらバターランチ会もこれでやってるかもしれない。バターランチ会も聞き取りにくいかな、どうなんだろう。そんな感じ、どんな感じ、そんな感じ。1日があっという間に終わっちゃうね。何をしてたのかなと思っちゃうね。よいしょ、うわー、押さえてる左腕がめちゃくちゃ痛いわ。だいぶ良くなった。マレン、あれ？野菜多すぎるのかな？野菜が多すぎて回らないのかな？やっぱこれ買ってよかったかも、私。330円で安かったし。なんぼでも出てきような、これ回せば回すほど。なんぼでも出てきような。終わりは来るのかい？お前。ねえ、お前さん。水気の終わりが来るんですか？これもさ、電気じゃないから一生壊れることなさそうな気がするな。使い方をちゃんとしとけばね、電気はちょっと寿命があるけど、なんぼでも汁出てくるやんけど、これなと。だから昔の二槽式洗濯機ってこういうことやな、くる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 回して
なあ、あれすっごい絡まれへんかった？なんかもう洗濯機がもうええんちゃう？すっごいこんがらかったよね、こんな夏やね、洗濯機。今でこそもう全然、今は絡まるでも知れてるやん。うち今全自動洗濯機やけど、そんな絡まる言うても全然そんな絡まるうちに入れへん、絡まり方してるから。で絡まってないな、ほぼ絡まってないわ。昔はすごかったよね。よし、解凍されてます。ええー、感じです。うん、はです。ですか？入って早く。でもさっき入っちゃってまた喧嘩なるからお兄ちゃんたちと。あのさ、何回も入んなさいっていつだって入んのよ。正直ね、おかずになるというよりもお肉入ったサラダみたいな感覚かな。ママこっち来て。はい、ちょっと待ってね。入った。はい、これを。あ、それお兄ちゃんが学校で作ったんだって。すごい、すごいよね、上手。できることはできるようになったな。素晴らしいですよね。これ閉めれるよね。うん、閉めれるようになりました。素晴らしいです。こうやって、うん、お肉にだけ塩コショウしとく。あれ、お肉にだけ塩コショウしとく。あんまり塩コショウするとキャベツから水がすごい出るのよね。水替えの人だから。うん、水替えの人だから。私も一切ハムスターに関してノーカットになっております。すべて子供たちが一切やるから、掃除から、何でも。あ、そりゃそうやんね。自分たちが買いたいって。でも今までも何かやりたいって言ってもさ、やっぱさ、カブトムシの世話するのと、ダンゴムシの世話するのと、ハムスターはちゃうな。やっぱ可愛いがあるやんか。カブトムシと比べたら、ほら、ハムスターも可愛いし、手によってもな、ちょこちょこして。カブトムシはなんか餌も結構あげんから、だけど可愛いから、あげなあかんかったけど。ハムスターはちゃんとやってくれる。全部やとさすがに多いか。いや、結構。
ぺちゃんこなんねん。全部行く。皆さんならどうしても行こう。行くね。行ってまいだってん。蒸らせ蒸らせ蒸らしてなんぼ蒸れろ蒸れろ蒸れ蒸れ蒸れだ昨日のうどんの汁は今日のスープ Hey boy 昨日の汁残ってるやつでも大量に作っといたらね大丈夫ね。やっぱ入れすぎたんかな。そんなことはないそんなことはなかろうもん。皆さん見てください。どう考えてもこれ多すぎたね。これでさすがにこれ2個分やな。もうこうしよう。ママの分とか作ったらええわ。よし、ちょっと蒸らしておいて、で今から魚焼いたら私はまたあたふたこしますので、まだ魚は焼きます。今日はサンマのなんか一夜干しみたいな開いてるやつを 30% オフで購入できましたので、それを焼くつもりでございます。テーブルなんかここに先おぐい何鶏肉炒めたやつとあとあれ出てこへんこんぺ焼き なんでないの。テーブルが拭いてるよ。お母さん拭いてるよ。天然キュープ。天然キュープです。よし、いい感じ。で、
で、じゃあこれを、袋かな、大きいの。くそ、汁めっちゃ出てもうてる。これが嫌なの。蒸らしたんが失敗。蒸らさんかったよかった。まあもうちょっとシャキシャキした方が美味しいけど、しゃあないか。これも失敗はせやっぱ久しぶりに作ったらダメだね。このままなんかチンしてやったような気したけどね。あれそれは配信回してたっけな。回してない時でもこれ結構作ってんのよ。でも結構作ってるって言っても結構うまい。そうね。7月21日になるのかな、うん、1週間先ぐらいまでちょっと取れる時に取っとかなさ。いや、なんでかやったら私がワクチン、そうや今日ワクチン接種2個でいけるかな。卵3個か2個か迷う。3個かしワクチン接種ね。9日後にその倦怠感とか出る場合もあるんですって。私今日元気やから大丈夫や思ったら9日後いたらまたえらいこっちゃで、そらほんまにええ加減にしてくれませんか。でもそれ聞いといてよかったわ。それ聞いてなかったらなんか、それ聞いてなかったらさ、9日後なんかなった時にあれ私コロナなんかなとか、あくそ、水溶き片栗粉ちょっと入れるだけで今日の牛乳の蒸し溶き片栗粉もし何かあった時にってこと。私12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ちょうどこれ配信される日に私に何かが訪れるから、えらいこっちゃで。7月21日何かあったらえらいこっちゃで。でもさ、何にもない人もいれば、なんかいろいろ症状出る。結局いろいろあるからな。いろいろありますさ。だからもうこれ利き腕なんか出会った日にやな。でも今日のね、そのボイシーのコメント欄でも見てもあれや、もう全く洋服も着替えられないぐらい腕が痛くてとか、髪の毛も洗えないぐらい上がらなくて。私それに比べたらほらもう腕は上がるからさ、それ痛いっちゃ痛いけど、よかったわ。全く何にもないですっていう人もいるけど、でもちょっとはみんな痛いんやろうな。全く痛くない人はいないんでしょうね、わからないけど。ちっちゃめに1個巻いて、大きいの1個巻こうかな。
手塗ったな。これくらいだったら魚焼こうかな。魚のアルミホイルもやっとこう。何でコーラがあんの？カラピスは？知らんの、お兄ちゃんが勝手に開けて飲んでんだよ。何なの？カラピス。カラピスまた今度買ってくるね。カラピスある。カラピスあるけど今日は飲まない。今別に普通の日なのに。なんでコーラがあるか教えてあげようか。はい。俺の友達がね。うん。俺が痩せてて友達も走ってるんだけど。うん。自分がムキムキで食べたいから俺を太らせるためにコーラ買ってきたの。どういうことです。その友達ってちなみに誰？小池。小池細いやん。小池。マッチョちゃうやん。小五でマッチョなんて、あんた世界中何人かしかいてへんやろそれ。あれ。感じできたでしょ。ヘイチャラララララチャラララララララヘイチャラララタタタタタバテアンエプロンの一号目できましたよ皆さん。バタヤン、これはお父さんので、今からみんなに焼こうとか。なんだって？ちょこれやってる時にお魚をやったって言ってたの。よし、30プロフです。サンマ開き炭星です。星一徹って書いてる恥ずかしい。星一徹って書いてる。これ考えた時、おじさんたちが星一徹できましょうよ。そうだな、一夜星だしいいんじゃないか。あー痛い。やった、右手力入れたらめちゃくちゃ痛いわ。筋肉重視で、やっぱ筋肉に来たんだこれ。来たーって感じです。来てますって感じです。これは開いててペラペラやから、ペラペラですから、ペラペラおっさんを今から2名ペラペラ。今日の夜ご飯は何ですか？おさかなおさんと、とんてやきこさんと、ひき肉娘です。肉娘がいよ触ったひき肉娘がまさかの伝わりましたよ。みんなテーブルの上もうそろそろ片付けたりしていってね。はーい。はーい。手が臭くならないようにこれ用意したのに、もうガンガン魚触ってた。これが3分ぐらい。ビールだよこれ。まるでビールです。あ、痛い。
油を引かなかったけど、1回目の油が残っていると信じて、ホットケーキも2回目からもうバター引けへん、それと一緒パターンにしてみました。めちゃくちゃではないけど結構痛い、左腕痛いで、おま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 、よし、おまで歌ってればいっちゃいます。Thank you for loving me、やっぱもっとシャキシャキにしたかったのに、もうしっとり、でもこれこれで絶対、でもこれ絶対美味しいの知ってるんです。私これにね、あれをいっぱいソースと、あーあれやって、マヨネーズあれとか言ってさあれとか言って、もう何なのあれって。でも多分見てる人も、あーそうあれなって分かってるやろ、マヨネーズやなって、あれやなって分かってくれたら、見てる人が分かってくれたらいいんですよね。よいしょ、おでい、よいしょ。昨日はね、すっごい体調が悪くなったと思って、うどんだけにしたつもりやったけど、もうちょっと1分やこうかな。すっげえ汁出てきてる、なんてこれかっこいいし。暴れ出しとる音したな今。キャベツの汁出すぎですよ。もうほとんど生でもええぐらいやな。わかるもん。キッチンペーパーびしゃびしゃ。よっしゃー、 Hey! チュラララララー、 ありがとう、 こんなにおいしそうにできました。 And please? And please? 4分焼いたら魚もいけてるんで、もうちょっと焼いとこうかな。いけてるか、いけてるっちゃいけてる、いけてないっちゃいけてない感じがするんです。どないでしたろかな、どないでしたろかな、火に通ってるかな、あともう1分だけ焼いたろ、なんか火加減が変なの、とりあえず。よし、じゃあこれを、中に味がほとんどついてないからな。よし、タタタタみんなジュジュジュの音、ジュジュジュの音がしてます。もうちょっとっちゃ、もうちょっとやんなきゃ、
くり返したら2分で十分。おパセリ？おパセリよ先生。おパセリよ先生。私バジルパウダーがあるけど、バジルパウダーって何に使ったっけな。なんかトマトの上になんか振りかけた記憶があんねんけど、何をしたんだったっけ。これほんまは青のりがいいんやろうけど、青のりがございませんので。見た目で OK といたしましょう。見てください。最高にうまそうです。そして美味しいんです。はい、大箸並べてご飯入れる人誰ですか？シュンスケです。ご飯はママでしょ？ご飯ママだっけ？いや、でも最近なんかスープとか入れてないけど、見てんでよくないご飯。じゃあお母さん入れるけどさ、お箸も並べてなかったよ、今見たけど。これと、何だっけ、うん、できました、うん、これとあとお魚とスープ。リュウ、ごめん、一回消そう、もう。リュウ、食べるから消すってなったら、また変な時間取っちゃうよ。一緒で1時間や。嘘やろ。嬉しいお言葉をいただいちゃいました。もうちょっと焼いてくれたらいいな。火ついてたのかな、これ。まずはこれ。うん。で焼けております。よいしょ。はい。はい。これ食べヒント出せるでしょ。うん、美味しそう。お魚って美味しいよね。焼き魚を食べてくれるから本当にありがたい。焼くだけって一番やんか。一番の親孝行です。大げさじゃなくそうなんです。あそこをパッと見たときにやっぱさ、雨山直子さんの食卓ってすごい。トマト、トマト、トマト置いただけでやっぱ違う。なんか彩りが変やんか。トマトないね。トマトだけ置けばそれで、トマト洗えばそれでよし。へい、へい、へい、へい。これ
こっちもいた。このトマトをね、置くだけでね、まあ見てください。華やかになるんですよ、テーブルの上が華やかに。華やか以外の何物でもない、この トマトを置くことによってね。そうなんですよ、皆さんも。よし。ケースな。これ。私近くで見せてみよう。危ないよ、あかりちゃん。あかりやりたい。玉止めとかも。これで。玉止めが上手だね。うん。この中にもあるよ。うん、すごくお姉ちゃん上手。お姉ちゃん工作が上手だから。すごい上手に縫えてるわ。はい、ということで旅ミャウス。はい、どうぞ召し上がれ。いただきます。はい、いただいてください。あかりちゃん、髪の毛いつくくるんですか？ちんちくりんのりん。今だろ。いい加減にしなさいよ。何ふざけてんの？ねえ。いつくくるのって言われて何偉そうにしてる。いつもそうだよ。昨日もうどん食べるとき動けなかったでしょ。違うの。いいくて。いいよ。でも撮ってんの？撮ってるよ、ずっと。別にポニーテールじゃなくていいじゃん。とりあえず一個にまとめちゃいなよ。みんな、うまいうまってんじゃん。うま。進化言う必要ありません。あるよね。いつもこいつこうやって言うんだよ。お前だって言ってもらってんじゃん。だからお母さんも悪いよね。カメラ回る前にちゃんと言ってないし。確かに。食べいただきますの前に言ってないし。あかりも毎日言われてることなんだからちゃんとやってよね。10回くらい言われてる。分かった、あかりちゃん。分かった、あかりちゃん。分かった！じゃあはいって言いなさいよ。分かった、あかりちゃん。はい。はい。はいって言ったら。偉そうにする割にはあんな人形と一緒に食べたほんまに。中身はぶりっこです。ぶはいあります。はい、もうこちょこちょこちょ。かわいい。シュンそれ入れてくない？自分で入れな。はい、うん、今日のメガネ似合ってるよ。もうええわそれ。どう、ご飯おいしい？うまはい、いやいやごめんちょっと入れすぎちゃう。
いや、混ぜたら調味。混ぜんと、スプーンちっちゃ。混ぜんとカレーみたいに食べたらええやん、もう。そんな混ぜんでも。どう？おいしい？見たると思う。なんかマッハカレーって言ったから今カレーめっちゃ食べたくなってきた。この前食べたばっか。でここ一わざわざ行かなかのカレー作ったらええやろ。自分のお金で行ってね、じゃあ。いいよ。偉そうにあそこ行きたい、ここ行きたいって。お父さんが働いたお金で行ってんだよって言うけど。ママもだよ。うん、ママも頑張って働いてます。ありがとう。ありがとう、あかりちゃん。お父さん。お父さんもだよね。ああ、そういうこと？ママが働いてるんじゃなくて、ママだってお父さんの働いてるお金食べてるだろってことですか？うん、はい、すいません。その通りです。もうしゅん、はよ食べって。終わり。おお、いつ終わるかと思って黙って見てたらそんな終わり方か。おお、うまい。おいしい。お魚今日じゃいらない感じ。お母さん一人でお魚食べちゃっていいのかな。うん？最近おでんに力入れたらね。何何？お魚赤いの。はいはい。最近おでんに力入れたらボコってなった。やってみて。ん？何それ？今力入れてるの。ほんまや。ほんまや。それやるときってな、こっちからこうやってグッと押すねんって。あ、そう。ちゃ、見てて。こうやって、ママ見ててなって言って、こっからこうやって押すねん。やば。わかった？顔はね、こうすんねん。顔、こう。だから、竜が向こう向いて、向こう。そう。いくで。はい、せーの。もう下手くそやから、あんた。下手くそか。もうそれええねんって。それも何の練習やねん。あよ食べて。太ってないからできない。ああ、もういいよ。太ってないんだったら。あかりちゃんいいね。あかりちゃんたくましいね。うん。わあ、かっこいいよ。細いから。かっこいい。すごい。なんかたくましい。俺、細いからできない。うん、できない。食べなさい、もう。ああ、顔が怖いねんって。いや、体より顔やって。顔やって。次俺、はい、目でしょ、ここ。顔やって。おもろい。しゅん、そういうところ。お母さん、なんかグーグーなってる。赤ちゃんはお魚食べるの？うん。ご飯と混ぜるの？今日の魚はうまそう。はい、どうぞ、はい。赤ちゃん。ご飯と混ぜます。もう混ぜなくていいよ。黒あるよ。あ、こっちの方に黒がいっぱいあった。はい。黒も。なんてんだ。シュンが今食べてるやつ美味しいの？ご飯。めっちゃうまい。めっちゃうまい。これ超簡単だもん。しょっちゅう作る夏休み。皆さんこれ夏休みですよ。よし、あれシュンから。なんで？はい。一緒に作ろう。何を？ん？デーカの。ああ。宿題であるの。ああ、いいよ、一緒に作ろう。夏のなんとか作ろうみたいな。うん、いっぱい作ってじゃん。はい、お願いします、点数。はい、しゅんすけ。100点。あがり。1000点。おに。35。おもだ、おが。はい。よ。100点からのグッド。まあ、いいですね、ありがとう。はい。グッド。うん。このとこ、奥側のところに、生えてきたなんか。奥歯が生えてきてたの。お母様さっき思ったのよ。奥歯が生えてきたね、あかりちゃん。いくよ。はい。100点からのグッド。100点グッド。おもろいな。信じられへんぐらい思んないな。うん。じゃあ、グッドこうだよ。ほら、見る？皆さん。うん。グッド。なんかのポスターになりそう。はい、もういいよ、赤いじゃん、そのやめて、もう。はい、じゃあもういいよ。はい、うん、じゃあピカンポカンも今日やらない？いいよ、はい、ピカンポカンおか、あたす一人で、はい、しゅん、せーの、ピカンポカンは、いやいや、じゃあもうちゃんと分けてやってよ。はい、どうぞ。ピカンポカンおかん、あたすー